めっちゃ咲いてるでしょこれ。ね、めっちゃ綺麗でしょこれ。すごいなんか曲芸みたいな置き方してます。ここからここはね、だいたいめっちゃ綺麗。ほら、あの奥のだるまってどうやって置いてんだ。あんな子いるんだね。めっちゃ挟まってますね中に。ほら、ここの中はね、あの御朱印とか押してもらえるのかな。あーぽいですね。今日はねちょっとアジサイ見に来たんで、これ上行きましょうか。なんかあるのかなこの上が。ここもめっちゃだるまあるからマジで。さすがにね、あの上、あそこの上にもだるまあるからね。あら、あそこかな、ほら、あれどうやって乗せたんだろう。あのすごい背が高い人じゃないと無理でしょあれね。あの上に乗ってるやつで、こっちもアジサイが咲いてますよって感じかな。うわーすごい綺麗なこれね、ほらすごいでしょね。あ、この色はさっき見た中でもあんまないんじゃないかな。ここもいいっすよね、ほらめっちゃ咲いてるでしょこれね。ね、このピンクっぽい色すごい綺麗ですねこれね、うん、でここはあれですね、トイレですね、うん、トイレも何箇所かありますね境内の中に。小さい寺とかやったらね、中にあのトイレとかないところもあるんですけど、ほらすげえ。ここもなんかありますね。これが二階堂かな。これ以上上は行けないのかな多分ね。これこっち行けないんじゃないかな。あ、入らない方がいいっすねこれ。道になってないっぽいし、ここが一番上かもしれん。ちょっと見てみましょうか。あーすげえ、あれもすごいな。あれね、ここからじゃ見えへんか。あ、であれだ、ほらほら向こうの方に駐車場ありますね。だ車で来る方がいいかもね。バスだとね、33分ぐらいかなかかりますね。千里中央から。ここは二階堂裁縫って書いてますね。さっきのところですちょっとお金入れてへんかったから入れときましょうか。バチ当たりなんで何もせんと帰ったら。ここにちょっともう入れときましょうか。いきますよね。五円玉がなかったんですよ。なのでちょっとここでいきます。はい、拝もう。ジンバル持ってるから拝めないけど、上がこんな感じですね。はいね、土足禁止みたいなんで。あー本当だ、なんか下駄箱みたいなありますねこの右側にね。でもう極めつきはこのあそこのところにだるまがあるとね。マジでだるまがありますねこことかね。すげえな、あの下にもあるぞだるまって。多分あれなのかな、大晦日とかに処分すんのかな多分ね。そんな感じする。で1月1日になったらまた新しくなるみたいな感じなんかな多分ね。ここでね一番上のはずですよね。何もない、うん、工事してるだけなんでですね。でこっちにはなんかありますね建物が。これ墓なのかなね。ほらあるでしょね、上から見下ろしたあの正面の門ね。めっちゃ綺麗でしょ。あ、これ写真撮ったら綺麗そうだなね。GH5S 今回持ってきたんで、まあ、ログで撮影してるんでね。なのでテーブル補正がないんですよね。そこはちょっときついかなっていう。ただ今日平日の朝なんで全然人がいないのがめっちゃいい、うん、マジでめちゃくちゃ綺麗に並んでる。ほらこれ右側も綺麗に並んでるんですよ。対抗してるのかなんかわかんないけど、ほらね、右側も綺麗に並んでしたよ。ここをバックに、あ、門は映らんか。こういう感じでやると門は映る。ほら映ってるでしょ。どっちにピンと手前に合ってないか。奥に合わせた方がいいのかな。ほらこんな感じで写真撮ったりとか、この500円で買っただるまに被写体を当ててバックにさ写真撮ったりすると綺麗かも。ほらちょうど置いてさ、こういう感じで、こういう感じで、ほらこれでいけるかな。ほんで手前にピンと合わせたらこんな感じ。やっぱ奥にピント合ってる方がいいでしょね。なんかすごいところに立ってますねこれ。じゃあ帰りましょうか。めっちゃ綺麗これね。こういう写真とかも撮りたいな。すごいでしょこれ。いやまあみんなもいろんなところにだるま置きますね。だるまを見ない場所はないんじゃないかっていうぐらいのそこら中に置いてますね。すごいでしょ、こんなにだるまあるからね。やっぱ景色がいいでしょ、ここから。
めっちゃいいでしょ景色、こっち側とか。んでこの裏がやっぱここですね、これですね。結構でかいよこの真正面も、すごいでしょ。これちゃんと整備されてんのかな、すごくない？だるまがあんまり下に落ちてないっていう、地べたにちゃんと掃除してんだろうね、うん、ですごいところに入れるもんで、なんかちょ挟まってますね中に。ほらめっちゃ苦しそうにしてますね。でしょ、お奥とかすごいな。でもすごい手入れをしてんのかなんかわかんないけど、ほら奥側に全然だるま落ちてないでしょ、全部。だからこれちゃんと手入れしてんだろうね、すげえね。あの上の方からだるまが落ちてきたりとかすんのかなと思ってたら全然落ちてないから、すごいですね、うん、ほらね、だるま落ちてないでしょ下にね。まあまあ整備士の人が優秀っていうことでね、まあ降りていきましょうか。さあ、この景色めっちゃ綺麗くない、ここら辺から。ほらあれ前どこなんだろう、わかんないけど、どっち方面かすらもわからん。あ、綺麗ですね。これさ、紅葉の時期になったらめっちゃ綺麗そう。ね、綺麗ですね。ね。じゃあ、こっち側から帰るのかな？なんかあの、マンホールらしきところの上にもありますね。なんなんだろうな、あれ。焚き火するとこなんかな？あんなところにも置いてありますね。なんなんだろう、あれ。なんか、バチ当たりそうなところに置いてありますね。ね。あのちょっとインスタ映えスポットをまだ発見した。ここほら、こんなもんかな。ちょっと右側に寄せてさ、これぐらい綺麗でしょ。てっぺんがここら辺だから、こんな感じかね。めっちゃ綺麗でしょこれ。ドーナツ状にだるまが並んでるっていう。これ1個500円なんで、はい、変な話結構な数買ってますね皆さん。うわー、これも綺麗な。俺アジサイあんまり詳しくないんですけど、これあれアナベルとかいうやつかな、もしかして。ほらあね、めっちゃ綺麗でしょ。結構変わったところに置いてても、例えば整備する人がやっぱ置いといてくれるんだろうね多分ね。結構あの勝手に撤去されそうな気もするけど、ちゃんと置いてくれてますね。これめっちゃやばい、あの2つ上乗ってるから、すごいなんか曲芸みたいな置き方してますね。でここのアジサイめっちゃ綺麗、ほらね、こんだけ綺麗に咲いてるとすごいな。もうちょっと色ついてるといいんですけどね。これやばいでしょ、なんかめっちゃやばい。何これ、ほら上にだるまがある。ほらなんかあそこになんかお守りみたいなのもあるし、平成30年10月4日って書いてる。こういうとことかね、普通に木の上とかありますね。あ、こっち側も結構アジサイ咲いてますね、こういうやつとか。あとこっからこういう風にね、横に撮るのが結構綺麗。あー、ここがいいかも。ほらほらほら、ここから、ここはね大体めっちゃ綺麗。ほらこんな感じ、すごい綺麗でしょ。お墓が結構ありますね、すごいね。煙で出る水しぶき、下から出るようになってんのかな。ここがね、なんかライトアップするされるとめっちゃ綺麗みたい。ほら定期的にね水しぶきが上がるんで、すごいでしょ。こんな感じね。一番最初のね、知恵の輪っていうところですね。だからさっき本堂行ったんで、その後に来るといいみたいですね。ゆっくりと右回りに7周ね、回ってる人いますけど。で石柱が3本立つ中心点まで歩く、中心点より逆回りに7周入り口に戻る、時間があれば周りの石に座って瞑想するもよしって書いてますね。石ありますね確かに、右側にね。あそこで座って瞑想とかなんかね、座って遊んだりもできるみたいなの書いてるけど、入り口の右側にもあるから、こういうとこが弁財天様って書いてる。これね、ほら弁財天、ここでもお参りができますね。でここにもさ、だるまがめっちゃ置いてあるからね、すごいでしょ、すごいな。あの奥のだるまってどうやって置いてんだよ、あんな抵当の課題でしょ。あ、見てください皆さん、鯉かなんかが泳いでる、見える？鯉泳いでますね、結構こっちもね。反対側も、反対側めっちゃ鯉泳いでる。
ここもすごいな、これすごい、この滝、滝っていうか、この上から水出てるの、レンズ濡れそうだからあれだけど、すごいでしょ、これ十分綺麗でしょ、下のその水が流れてる様子も映ってるし、綺麗ですよね。こういうの餌やり場ね、餌やれるみたいですね。うん、お菓子とかはあげないようにって書いてますね。はい、で今はねちょっと休止されてるみたいですね。うん、コイの餌が、まあ、一応休止されてなかったら、100円かな書いてますけど、100円でね餌あげれるみたいですね。はい、でまあコイ自体はここに大量に、うわめっちゃ綺麗、見て見て、あれ、あ、金色のやつ、綺麗でしょあれ、あんなコイいるんだね、めっちゃ高そう。コイってさ、あのすごい海外でも人気でめっちゃ高いからね、あれもうあの50万とか高いやつ100万超えんじゃないかな。ほんとに、あ、寄ってきましたね、餌もらおうとしてんのかな。あの金のあの鯉が一番綺麗、もうちょっと顔出してほしいけど、こんな感じかなね、結構泳いでますよね、うん、はい、お帰り道って書いてますね、こっちみたい。でここに行くともう一番最初の門ですね。ほら、橋マニアにはたまらんくらいのこの角度、もうちょっと下げるとこんな感じ、ここにあのだるまを入れるとこんな感じ、今ここにだるまあるんでこんな感じですね。はい、ということで、いかがだったでしょうか。ちょっと雨降ってきましたね、いやもう雨降る前にちょっと撮影が完了してよかったんですけどもね。はい、で、今回ね勝王寺かなに来たんですが、千里中央からねバスで、33分ぐらいかな、なので結構時間かかるんでね。あとですね、平日はバスが3便しか出てないです。休日は倍の6便出てるんですけどもね、最終便がね16時ぐらいだったかな、なのでそれを逃してしまうとね、もうタクシーで帰るしかないんじゃないかな、か、まあ、自転車とかで来るか、あとはまあ一応車でも自動車でもね来れるので、自動車で来るのがいいのかもしれないですね。あの紅葉の季節だったりとかね、あとは桜見に来たりとか、今後ともですね、まあ来ようかなと思ってますんで、その時のね映像をまた見ていただいたら、いいかなと思いますね。今回ねアジサイも結構綺麗に咲いてたので、6月の、まあ、7月の中旬ぐらいまでかな、アジサイ見頃なので、見に来るのもいいかもしれないですね。はい、ということでね、今回はこれで終わりにしようかなと思ってますね。はい、今後ともですね、大阪を中心とした Vlog とかですね撮ろうかなと思ってますんで、また 4K の今回 4K60p 初めて撮りましたけども、まあ今後ともね 4K で撮っていこうかなと思ってますんで、もしよろしければチャンネル登録ねお願いします。はい、であと1箇所ぐらいはねアジサイちょっと見に行こうかなと思ってますんで、まあそれもね期待していただければいいかなと思います。ということで、おつぴかっていうことで、どうもお疲れ様でした、どうもありがとうございました。はい、ということで家に帰ってきたんですけども、お土産を買ってきました。はい、売店があったんでね2つほど買ってきたんですけど、今回それをねちょっとお見せしようかなと思いますね。まず1つがこれですね、なんかだるまのお菓子ですね。これ中にチョコクランチって書いてますね。これが1個と、あともう1つこれね、コラボしてるユーハ味覚糖かな、勝ち組って書いてますね。自分に勝つ勝ちだるま型って書いてますね。これ桃味かな、こっちが120円でこっちが580円ですね。ちょっと食べてみましょうか。まずこれからね行こうかなと思います。こんなやつですね。でこれ食べてみましょうか。桃味なんで、あ、すごい桃の味する、うん、美味しいね。桃の匂いがすごいしますね。こんなコラボしてる商品あるんだね、ユーハ味覚糖ね。あと次じゃあこれ開けてみましょうか。これはどっから開けるのかな、中ねこんな感じになってますね。ほらね、いっぱいなんか小さいね、多分チョコだと思いますけど入ってますね。これ10個入ってますね。これ開けてみましょうか。おー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 、すげえ普通のチョコっすね。開きましたね、ほら普通のチョコね、裏こんな開いてみましょうかね。うん、普通に美味しいですねこれね。10個全部食べてしまいそうですけど、何日かにとっておこうかな。うん、ということで、まあまあ他にもね、あのいろいろお土産買えたんですけども、今回ねこの2つ買ってみたっていう感じですね。はい、皆さんもね勝王寺かなに行かれる方がいらっしゃいましたら、他のねお土産買ってみるのもいいかもしれないですね。他はなんかさつまいものやつとかもあったかな、いろいろありましたね。で
中の店内でもね飲食できるんで、うん、ソフトクリームとか売ってたからってな感じですね。ということで今回はねこれで終わりたいと思います。はい、ということでおつぴかっていうことでどうもありがとうございました。